もルノです。今日は私の最近のスキンケア紹介クレンジング編、ナイトルーティーンとかでね、スキンケアを紹介したことがあると思うんですけど、そことはねまたゴロッと最近変わってきたので、ちょっと紹介していこうかなと思います。なんか季節なのか、そのなんかマスクをしてるからなのか、年齢なのかわかんないんですけど、ここ最近すごいなんか肌が荒れやすくって、最近こうやってすごい気にするようになったから、よりそういうのが見えてくるっていうのもあると思うんですけど、なんかにしてもやっぱりすごいニキビとかができやすかったり、生活習慣もあると思うんですけど、何かちょっとできないかなと思って、いろいろと調べてまして、また最近ちょっと調子が良くなったので、紹介していこうかなと思います。じゃあそれではレッツゴー。私の中でまず大きく変わったのがクレンジングなんですよ。なので今日はね、特にクレンジングについて、より詳しくこう話していこうかなと思っております。私はねクレンジング今ルオ使ってて、なんかインスタとかでもこう薬局とかに行ってもすごいもう人気やない？なんか私もすごい SNS で見かけたことあって、どんな感じなんだろうって思ってたんですけど、やっぱりねめちゃめちゃ良かったです。肌が荒れる原因としてマスクとか生活習慣とか本当にいろんな原因があると思うんですけど、なんか一個の原因としてそのメイクによる毛穴詰まり、それがちゃんと落としきれてなくってなんか毛穴が詰まっちゃって、そこから荒れちゃうみたいなパターンも結構あるらしくって、まさに私はさ、もうメイクをようやってるわけだから、もう結構あるかもと思って、今まで全然クレンジングとか気にしてなかったんですけど、意外と違うかもと思って、そこからねいろいろ探してデュオにたどり着いたんですけど、多分実際に持ってる方とか、あとは SNS とかで見たことある聞いたことあるって方もめちゃめちゃいると思うんですけど、実際どんな感じに良いのっていうことでね、今日はちょっとそれをね詳しくお話しさせていただきたい。私はね今メイクしてる状態なんですけど、もうね作業も終わって今からメイクを落としていくので、そのままねちょっとご一緒に紹介していきたいと思います。じゃあバイ。はい、ってことで洗面台にやってまいりました。普段私お風呂でメイクも落としちゃうんですけど、今日は洗面台で、メイクなど落としていこうかなと思っております。なんかデュオってさ4種類あるじゃん。4種類あって、何が違うのって、どんな感じに変わるのって感じだと思うんですけど、私も最初分かんなくって、実はですね私4つ全部持ってるんですよね。なんかめちゃめちゃ贅沢なことしちゃってるんだけど、この際自分に合ったものをぜひとも見つけたいと思って、今ねお家にね4種類全部あるんですよね。なんか一応家族も使うので、そういう意味でもあっていいかなと思って思い切ってゲットしちゃったんですけど、概要欄のところにちょっと4つ全部使った感想とかをねちょっと載せていけたらいいかなと思うので、ちょっとした感じなんですけど、ぜひ参考にしてみてください。総じて言うと私の中でおすすめなのはこの2個、赤と黄色のものになっております。赤が一番私使うことが多いかもしれない。一番使用率がね高いです。いろんな分野でもう本当にちゃんとバランスが一番あるタイプなので、合う方多いかなと思います。私も実際に赤が一番お肌に合ってました。合ってたというか一番なんか調子いいって感じになったので、私は赤が一番良かったかなと思います。完全にね、私がいいなと思ったポイントがあるんだけど、これなんかダブル洗顔がいらないらしくて、もうクレンジングと洗顔がもう全部これでできるから、もう手間もないし、もうこうやって洗う摩擦とかも少ないから、肌の負担も少ないし、より肌にいいですよって書いてあって、黄色は私ね、まず匂いが好きなの。なんかね、匂いも全部違くって、これはね、柑橘系なのでかなり爽やかな香りになってます。個人的にちょっとさっぱりしたいなとか、メイクによっては眉毛だけ、あと下地だけとか、そういったメイクで済ませることもあるので、そういう時はねこういう感じのを使って、気分もいろいろとさっぱりさせてるっていう感じでございます。緑と青も結構使ってるんだけど、いろいろと使い分けて、楽しんでおります。こんな感じのねオイルじゃなくてクリームタイプになってるんですよ。クリームタイプってね洗浄力とかどんな感じなのって感じだと思うんですけど、マジで全然問題ない。多分手に取ってみた方が分かりやすいと思うのでやってみます。
見えますかね。こっちが、アイライナーと口紅とマスカラになってまーす。これがね、今ちょっとどれくらい落ちるのかやってみたいと思います。このスパチュラで取ってやっていくんですけど、こんな感じでウィッと乗せていきます。で、こうスルスルっと取っていく感じです。あ、結構取りすぎちゃったかも。贅沢なことしちゃった。はい、こんな感じで取っていきます。はい、こんな感じでさらっと塗りました。てか、うちがそれでねめっちゃ押したいんだけど、このね仕上がり、絶対に伝わらないやつ。なんかね、すごいねもっちもちしてんの。結構ね、オイルクレンジングとかってパッてこうすごい全て洗い落としたって感覚になるんだけど、なんかこれはね、しっとりみたいな、いいお肌になったみたいな。まあ、私はね、特にこの仕上がりを見て、あ、これはみんながいいっていうのはわかるわと思って、だからやっぱ人気なんだなってね、すごい実感しました。もちろん保湿した方がいいと思うんで、こっから多分保湿していくと肌の感じがいい感じになるんじゃないかなと思います。ということでね、私もちょっと実際落としていこうかなと思います。ってことで、まあ、ちょっと落としていきたいと思います。だいたいさくらんぼ1個分ぐらいを取って落としていきます。なんかタオルで拭くとやっぱこう摩擦でね、お肌もちょっと嫌だわって感じになるかもしれないらしくて、そうだからなるべくね、洗い上がった後はこうやって私は水をそのまま押さえつけって感じで、そうやってるんですけど、これもね、なんかテレビでね、お肌綺麗な人がねやってますって言って、私も最近やってるんですけど、なんかわかるかな、ダーンってこう突っ張った感じがないというか、なんかもっちりしてるんですよね。なんかね、お肌がね柔らかい感じなの。まあ私はね、シミがないですとか、ニキビ跡もないですっていうお肌ではないので、まだまだ改善中ではあるんですけど、今このクレンジングを使った段階では赤みとかも全然気にならなくなったので、これねめちゃくちゃいいなと思いました。一回ちょっとメイクも落としたので、私このまま一回ねお風呂に入っちゃおうかなと思います。じゃあまたね、バイ。はい、ということで、戻ってまいりました。いつもだともう動画の序盤にいる私です。こんにちは。なんか最初買う前とかはちょっとコスト的にハードル高いかもって思ったけど、でもやっぱ実際買ってみてもうめちゃめちゃ結果的に良かった。私最初薬局とかで買ったんだけど、なんか公式のサイトで買うと定期便とかで初回で1980円で買えるらしくて、そうサイト見たらねそうだったのよ。なんか万が一お肌に合わなくてもなんか全額返金できるみたいな保証があるらしくて、私もそっちにしとけばよかったってね、そう思ったんだけどね。だからなんかそういう意味ではすごい安心よね。私はね本当によくメイクもするので、まあそういう意味ではね、クレンジングって超大事なんだなってことをねめっちゃ感じました。本当に綺麗なお花を咲かせる理論と一緒でさ、そもそも土を綺麗にしないとさ、どんなにさお水あげてもさ綺麗な花って多分咲かせられないじゃん。だからそれと一緒で、まずお肌を綺麗にこう汚れとかきちんと取った状態でやると、その後のね化粧水とか、まあ、乳液とかも本当に効果がより出ると思うし、もうねすごい大事なんですよね。一応概要欄とかにサイトとか載せとくので、まあ、もうぜひね気になった方は見てみてください。ということでこんな感じでございます。この動画がちょっとでも良かったなと思った方はぜひグッド評価とチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。